リガ駅はこの旅の一歩目に過ぎなかったが、キャラバンはそこが終点だった。皆に別れを告げる前に我々の生存を祝って一杯飲んだ。一人でポリスを目指すことに対する恐怖は僕家だけでは忘れられなかったが、予想外にも僕はそこで悪名高い相棒を得ることになった。どうもおはようからこんばんは、若殿です。メトロリラックス、ま、2033番ですけれどもやっていきましょう。まあ、前回ですけれども、まあ途中トロッコから落とされたアルチョムでしたが、なんとか、まあ、リガ駅に無事着くことができました。どうやらボリスや友人たちと、まあ、その生存を祝って一杯やっているようですね。いいですね。お、ボリスか。よし、みんなアルチャムに乾杯だ。おかげでモンスターの群れとアノマリーを切り抜けられた。乾杯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 。いや、ウォッカでしょうかね。いやー、熱い。勲章でもやりたいよ。まあ、ボリス、お前は寝てただけだよな。ほら、受け取れ。おお、すまんな。乾杯。アルチョムに乾杯。いやいやいや、どうもどうも。結局あの戦い頑張ったの私とね、ユージーンだけですよね。アルチョム、本当にあれが平気だったのか。あの幻覚みたいなやつ、お、すごいお姉ちゃん犬だ。よし、試してみるか。俺たちの幸運とアルチョムに。乾杯だ、アルチョム。あー、うまい。おっかならみんなそっとか。下品ですよ。話を聞かせろよ。マーケットへのトンネルが封鎖されて、ここで待ってたら退屈で死んじまう。さてと、とりあえずリガ駅に着いたんですけれども、まだまだボリスに行くまではまだまだ時間がかかるんですかね。平気だった。トンネルの現状が及ぼす影響を受けなかったらしい。まったく、一体どうやってバリケードにたどり着いたかすらわからない。俺も素晴らしい男に乾杯だ、アルチョムに。すまんな。とりあえずボリスさんから弾薬をいただいたんですけれども、まあ友人からはこのショットガンね、もらってもいいんじゃないですか。乾杯だ、友よ。いや、ごまかすな。これあの私の武器にはならないんですかね。相変わらずあのマシンガンかなと、あとはリボルバーだけなんですかね。あのショットガン欲しいな。よ、ジョーちゃん。特にイベントはない。 こういうの、これ取っちゃダメでしょう。これ取ったら怒られるでしょう。いや、できるだけね、アルチョム君はね、いい子で過ごしていきたいんですよね。西か。まあ、何やら幻覚が見えましたが、ね、アルチョムは目覚めることができたみたいですもんね。武器屋に行ってみるぞい。役に立つものがあるかもしれん。これが欲しいな。ボリスさん、あんた寝てただけでしょ。やべえな、これ欲しいな。いや、ちょっとね、こう影になってあの見えないところで取っていく。え、2発しかないの。いや、もうちょっとあったように見えたんですけれども。お、ピアノか。まあ、あんまり技量は大したことはないようですね。俺に権利がある。駅から出せ。いいか、俺が死のうが生きようがあんたのに関係ないだろ。揉め事か。死ぬか、アホ。こっちも命令なんだよ。どうした、駅を通してくれないんですかね。どうした、どちらかというとテロリストに見えますよ。なんか真っ黒い目指し棒をかぶってね。おや、どうした。お兄さん、アルチョム。そうだよ。ねえ、ブラック通りにお兄さんを待ってる人がいるよ。一発くれたら案内してあげるけど。一発か、打ち込むってこと。そうだな、じゃあ一発ならいいでしょう。ありがとう、じゃあ行こう。
この子供についていけばいいんですかね。な、待て待て、そう走るなって。一体誰が待っているんだ。寝てる人がいるぞ。しかし子供を使ってお使いさせるとは、もうその人を直接来ればいいとは思うんですけれどもね。かわいいな。お、そこに座ってる男の人だよ。おお、そうか。じゃあ行くね。バイバイ。バイバイ。こっちに来な。アルジョンだろ。座りなよ。お前は誰だ。ちょっと座りましょうか。みんなからブルボンと呼ばれている。お菓子のメーカーみたいな名前だな。お前に行きたいんだ。あるビジネスでね。だがこのネズミ穴は封鎖されているけど、俺は裏口、いわゆる呪われた通路を知ってる。ここの人間は恐れて使わない道だ。まあトンネルではよくあるホラー話だ。ちょっと手を貸してくれ。無事に着いたら AK をやろう。お、 AK アサルトライフルもらえるんですか。いいですね。装備が足りないなら使うといい。お、マイキン助かるね。いや、いいか。いや、まだですよ。手短に済ませろ。とりあえず武器のね、アップグレードとか、まあ弾とかいろいろ欲しいですよね。とりあえずこれはもらっておこう。15発か。ふん、しけた金だな。とりあえず武器屋を探すので一旦カットします。さて、準備が完了しました。とりあえずね、あの持っている金はもう全部あの弾に変えて、であとリボルバーに、サイレンサーをつけました。とりあえずこれで隠密行動もできるようにはなりました。どうやらね、あの友人からもらったショットガン持っているようなので、あれも活用していこう。またしたな、ブルボン。いいか、いいぞ。こんな場所に長いは無用だ。この人に失礼じゃないんかな。お、お金がある。よしよし、見てない見てない。さて、おお、ブルボン待ってくれ。とりあえず正規ルートがまた通れないみたいなんで、裏道から行くんですね。案内してくれ。お、ここを通るんですか。ちょっとね、あのリガ駅を探索してた時にここを見つけたんですけれども、通れなかったんですよね。そうだ、一人で頑張れ。いつぞやのミラー大佐は一緒に開けてくれとか私に助力を頼んできましたが。なるほど。お、進めるみたいですね。ブルボンと共に荒廃したトンネルに入った僕は、彼を信頼してよかったのかどうか不安を感じていた。だがこのままではリガを出るのがいつになるのか見当もつかなかった。さて、ここからはどんどん戦闘パートになっていくわけですね。いやー、恐ろしい相手が待っているんでしょう。晴れて自由の身だ。ここからは十分警戒しろよ。このトンネルでは屈強な石が山ほど命を落とした。だが互いに命を捨てればたどり着ける。さてと、進んでいきましょう。結構ね、こういうところって、お、銃声が聞こえるぞ。大丈夫か。とりあえずアイテムがないか探していこう。意外とね、こういう後ろの道とかあったりすると思うんですよね。ほら頑張って進んでますよ。キノコが生えているが大丈夫か、食べて。キラーがいい。ダメだよな。さてと、ないな。とりあえず死体とかがあったらこう弾薬を取っていきたいとは思っているんですけれども。おや、ラーカーが一匹いるぞ。集団の人間は滅多に襲わない奴らだ。だが一人になったら注意しろ。ラーカーですか。お、いるな。もう随分腐敗が進んでいるが、弾は取れないか。ないよな。お、もらえる。弾薬ゲッチュー。34発か。多いな。何か聞こえるぞ、ブルボン。
とりあえず戦闘はブルボンに任せて、あの戦うのとあの前を歩くの両方の意味でブルボンに任せていこうと思っていますよ。まあいざとなったらこのブルボンをおとりにして、いやなんでもないですよ、あのお菓子の話ですよ何もないですよね。いや横道があるぞ。何か動いているように見えますが大丈夫ですかね。結構脇道にそれているような気はするんですけれども、一応警戒していこう。敵だよな。いるな。よし、ふう、なんとか倒したぞ。ノサリスか、これはなんだ。お、弾、お、しかもグレネードか、いいね。おっとハエが飛び交っているぞ。ふむ、もういないようですね。とりあえず何かアイテムがないか。まあせっかくこういった横、おっとちょ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 、落ちた。という夢を見たんですよ。いやまさかね落とし穴かな、なんかそういうのあるとは思いませんでしたよ。やっぱまたいるよ先制攻撃、さあ来るがいい。アールチョムが相手になるぞ。よーし、あんまりこういうドブに長居したら危ないんでしょうかね。とりあえずさっきと同じようにダイナマイトを回収しておいて、あ、この穴か、これに落ちたらダメなんですね。お、玉ゲッチュー。お、武器があるんですね。これなんでしょう。しかし武器はね3つあるんですよね。こっちはいけないか。リボルバーはねもったいないな。これと変えてみよう。圧、あ、加圧式の武器か。こう加圧かけると今あの右上のメーターが赤になっているんですけれども、これで威力が相当上がるみたいなんですよ。ですがね、ショットガンも惜しいな。いや、やっぱり加圧式強いのかな。かなりね、威力は高いんですけれども、あんまり弾はないんですよね。とりあえず武器を開いて、ほら、5発しかないんですよ。そう考えると、やっぱり貴重なんですよね。もったいないかもしれないけど、やっぱり弾薬が使える、このショットガンでいこう。もう落とし穴はあるな、怖いな。ノサリスたちの巣になっているんですね。とりあえずここはまあ少なからず弾薬があって、あとはこう武器があるみたいなエリアですね。まあ先に行きましょう。この辺は特に何もないですか。もう随分と寂れた電車の中を通っていきますが、特にアイテムあるな。リボルバーの弾か。まあ極力節約していきたいが、お、滅してる。この手口は野党だ。ハンザが壊滅させたってのは嘘が。警戒を怠るな、黙って見過ごしてはくれねえぞ。今度は人がいてか。警報システムだ。古典的だが極めて効果的だ。
やこういうのを触ると絶対気づかれますよね。とりあえずじゃあサプレッサー付きのこの44マグナムに切り替えましょう。トリップワイヤーだ。基地で無謀な連中の排除にはうってつけの罠だ。対処法は分かってるか。対処法をどうすればいいんでしょうね。飛ぶとか。はっ、いけましたね。解除するようなアクションはあるな。ライトは消していこうか。ロッカーを開けれるわけではない。ふむ、やつら立てこもってやる。小賢しい、もっと近づこう。あのパトロールを始末できるか。さて私は側面から行くぞ。一応サプレッサー付きの武器は持っていますからね。ですができればね、格闘でね、こう後ろからこそーっと近づいて倒していきたい。いや、アルチョム君ね、スニーキングミッションもできますよ。チラ来ないな。足音が聞こえる。来たぞ。いや、ここには誰もいないですよ。ただの木箱ですよ。気づかないようだな。よーし、弾もゲッチュ。気づかれてはいないようだな。向こうの敵は遠いですよね。おっと、巡回しているぞ。こちら側に来るのか。いや、ですがライトはあっちにあるということは向こうから帰るんでしょうね。行ったな。とりあえずこの状態で後ろから近づいて切る。よーし、なんとか気づかれてはいない。いや、あんた見えてるでしょ絶対。とりあえず弾を取って極力敵を減らしてからこう戦闘に持ち込んでいきたいですよね。おっと、誰かいるぞ。よーし、投げナイフも回収。さてここまでは接近したが、ふむ、こっちから行くのは危なそうですね。側面も、まあ、反対側から行きましょうか。おお、ブルボンか。びっくりしたぞ。こうダイナマイトを投げてみるってのも面白いとは思うんですよね。これでこう切り替える。そーっと近づいて。この位置は金をケチって護衛を雇わなかったのさ。あのバカどもめ、何人か片付けたら残りはビビって逃げちまったよ。フラゴン、倒せたのか今のは。なんか無駄玉だった気がするな。顔が見えているぞ。しぶといな。ふん、甘いな。あと敵はどこにいる。この中か。いや、いないな。いや、あ、これ死体か。てっきり敵がいるかと思っていたが。ふむ、どうやら一掃したようだな。とりあえず弾薬は回収させてもらおう。
いや決まったのかなダイナマイト絶対一人も倒せていないような気はしますが、さてと弾薬を回収してきたぞブルボン。おっといるじゃないか。いやブルボンを盾にするいやさっきは私が活躍しましたからね。ブルボン任せたぞ。よーし、たまげっちゅう。ふむ、もう敵はいないか。何かね、カスタマイズされた武器があったら拾っていきたいんですよね。これはショットガンか。多分私と一緒でしょうね。もっとねこうサイトが載っけてあるのとか欲しいですよ。お、どうしたタイヤ、すごい勢いで飛んできたけど、もしかして蹴飛ばしたか。またしたな。あの橋は厄介だ。こうしよう、俺がお前を援護するから、お前は俺を援護して。だが無茶はするな、今日は死にたい気分じゃないんだ。確かに彼は無礼でユーモアのセンスも下品と言わざるを得ない。なるほどね、密輸業者か。もうこの辺りはさすがにライトはつけて大丈夫かな。アイテムも特にはない。ライトか。お、フィルターゲッチュー。この辺はさすがに危ないですよね野党というよりかはノサリスが出そうな気がしますよ。ショットガンで行こうか。ブルゾン、ま、ブルボン、巻き込んだらごめんね飛んでいくのか。ほっ、ガスマスク。ガスマスクだ、急ぎ。了解した。この辺は放射能の影響があるんですね。敵が来るのか。足音が聞こえる。来たぞ。ブルボン、まだ敵はいるぞ。よくやった。まだ声はするが、よし、頑張れ頑張れブルボン。そうそう、キックキックナイス、やるではないか。まあこのねゲームでは弾薬がお金なんで、極力節約していきたい、ね、お互いこう援護し合おうって言ってますからね。まだ敵は来るのか。絶対こういうところアイテムあると思うんですが、道はどっちだ。来たぞ。ごめん、ちょっと撃ったかもしれない よし、そこだブルボンあっちに行くのか。じゃあこちら側を探索していこう。ふむ、これ以上はいけないかまあいい、ブルボン待ってくれ、私を一人にしないでくれ。列車の中に乗って探索っていうのもないんですね。死体があるぞ。
敵の人間の方でしょうかね、探しているのか。こう後ろからこうブルボンをね、あのドンって押しておとりにして、あ、行った？いや、なんでもないですよとりあえず弾を回収しておいて、まだまだ敵は来るかもしれませんから警戒していきましょう。